本日は冷蔵庫にあるもので珠玉の一杯、食いしん坊のための年末駆け込みかき揚げそば。食べれども食べれども尽きることのない無限の食欲に、今年はこれで食べ納めだと納得させるための至高の一杯、おいしいそばで一年を締めくくろう。捨てずに取っておいたえのきの茎の部分、この端っこの部分は身がぎゅっと詰まってて、食べてみると貝柱みたい。今日は年末大掃除も兼ねて、冷蔵庫に転がってる食材たちをお宝に作り変える。ボウルの中に冷蔵庫の一面食材たち。海鮮の代わりにカニかまぼこでコストダウン。新年の出費に備えて。全体のまとめ役をしてくれるのが三つ葉。具材たちを上品に引き立ててくれる。本当にお前さんはできる葉っぱだ。この時期だと春菊もおすすめ。そしてえのきの端っこ部分、これもほぐし入れる。カニもどきに貝もどき、いや、もどきが本物になる時ってあるんですよ。かき揚げの衣をつけます。年末だからお粉類も大整理したいところ。去年もこの袋見たぞって時はそっと消費期限を確認。小麦粉の代わりに米粉、サクサクにしたいから片栗粉も。かき揚げを作るときは衣はまぶさず和えます。さっくり大胆に、あえて粉っぽさを残す。お水を冷水にすることでサクッと仕上がります。グルメなかき揚げにしたいときは卵を入れて濃厚に。揚げ物というよりかは、お好み焼きやチヂミのようにボウル一つでラフに作れちゃう。ここでも混ぜすぎないように、雑なぐらいがいいんです。かき揚げもおそばも両方出来たてほやほやを食べたいから同時調理。おそば屋さんでいう油物飯とおそば飯を一人二役。今日作るのは揚げないかき揚げ。揚げない揚げ物は一見矛盾してるけど、揚げ物大好きだからこそ揚げないで作る。肩まで浸からず足湯するくらいの量で、油のゴミも出ないし調理も簡単。地球にもお財布にも優しい。何よりも胃に優しい。肝心のかけつゆ、関西だしか関東の通貨の二手で迷う。関西人の私は初めこそ底の見えない関東のつゆにショックを受けたけど、今では富士そばのヘビーユーザーに。かつおと昆布のだしパックでしっかりだしをとって、関西風をイメージしつつ、濃い口醤油と甘いみりんでおつゆの味がしっかりするような関東風な味付けも意識。天ぷらかけそばといえば、私は日清のどん兵衛を思い出すけど、あの天ぷらがフィクションだとしたら、こっちは実写版って感じ。もちろんどん兵衛もリアルですけど、最初サクサクを味わって徐々につゆに浸して、作じわも楽しむ。油物飯任務完了。町のそば屋さんでおなじみの二八そば、そば粉8に対して小麦粉2の割合。そばに一味は欠かせない。これを振りかけるためにそばを食べていた時期もあったほど。お蕎麦は冬の乾燥肌くらいデリケートなので茹ですぎ注意。よさ見してたら吹きこぼれに合いますよ。規定時間茹でた後は火を止めてすぐ取り出す。熱々たっぷりの熱湯の中で踊り疲れた様子。ここからは麺が伸びないように器に全神経を集中。お鍋はギリギリまで熱しておきます。お蕎麦のかけつゆ欲、こんな尊い食べられ方はない。かけつゆの湯船に白ネギと柚子皮がぷかぷか浮いてる。
麺鉢に蓋をするようにかき揚げ。モダン焼きのモダンは盛りだくさんって意味らしいけど、こちらもモダンそばって名乗っていいかしらってくらいてんこ盛り。ひんやり大根おろしで、これが冬景色か。先駆け一味、色とりどりなかき揚げに一色足すような感じで、水に溶けたそばの栄養も余すことなく、そばを茹でたお湯は食後のそば湯にどうぞ。この見た目、食いしん坊すぎる。こたつで年越しそば、内側からも外側からも温まります。容赦なくかき揚げをじゅわっとさせる。ほやほやの湯気におつゆも滴るいいおそば。つるん、麺が滑らかすぎて喉に滑り込んでくる。こんな受け身でいいのでしょうか。だしの効いたつゆがそばに絡まってすすった瞬間、パチッと弾ける。五感で美味しいとはこういうことか。シャリ、ふにゃ、二つの食感が楽しめるかき揚げ。具材の旨味と甘みに加えて、だしがじゅわっと効いてる。初詣のおみくじで、食運って欄があったら大吉かも。大吉間違いなし。かけ湯ならぬ、かけつゆも。だしの効能、一年の疲れが見事に流れ落ちました。これ、食べ納めどころか、新年に向けた食欲が溢れ出している。それはおそばのように長い。細いとこまで一緒だったらよかったんだけど。うまいそばを完食するように、この一年もあっという間だった。今年も大変おいしゅうございました。2022年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も